こんにちは。金ちゃん BBH と申します。今回は、日経二二五先物今日どう動くといった内容で情報発信をしていきたいと思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。本動画の構成について、簡単にご説明いたします。まず、ドル指数の分析・予想と信用取引残高と日経平均との比較で、 為替や需給などの前提をイメージした後週足チャート・日足チャートで全般的な相場の方向性を捉え最後、1時間足チャート・15分足チャートで前回の予想と結果を確認してから今後の予想へと入っていきますそれでは、ドル指数の分析・予想を実施していきます現在、ご覧のチャートは2020年1月17日現在の ドル指数の冷やしチャートになりますドル指数につきましては1月13日からですねこの黄色いゾーンのポイントで揉み合いになるというね予想をしておりましたで、この揉み合いを上抜けブレイクした場合の目標値につきましては97.850から98.100あたりで、下抜けブレイクした場合につきましては96.350から96.100あたりまで動いてくるだろうというね予想していたんですが えー、今日からですね、2日前の1月15日の日にですね、えー、陰線の終値で,で、えーまあ、下抜けしたんですよね、えー。ということで、えーまあ、下抜けしたということで96.350から、えー、9 6 1 0あたりまで下落してくるのかなというね、イメージを持っていたんですがあの昨日、ですね、陽線をつけてあのこの黄色いゾーンのも、ね、み合いのところまで戻してきたんですよね。 まあ、ということでですね、えーまあ、このね、チャート引きで見ていきますと、まあ、実体、ねえー、ローストクワッシュの実体の部分で切り下がりが見えるので、えー、これはですね、この黄色いゾーンのレンジではなくて、えーまあ、フラッグですね右肩下がりのフラッグになっているのかなというね、状況なのかと分析をしております。まあ、ということでですね、まあ、あの右肩下がりの、ね、フラッグということでどちらかというとですね、上抜けする可能性が高いのかなとね、えー、分析をしております。 えただあの、ね、教科書通りにですね、上抜けした場合につきましても、まあ、すんなりですね、97.850から98.100まで、ね、え動くというわけではなくてこのね、97.640の、ね、ラインですねえここかなり意識されているラインなんですよね。でここでもし止められた場合につきましてはおそらく値動き的にはですね、えこういう値動きになってくるのかなとね、イメージを持っております。ドル指数の分析については以上になります。 続いて、信用取引残高と日経平均との比較に入っていきます。現在、ご覧の表につきましては、2020年1月17日現在の信用取引残高と日経平均との比較を表した表であります。えー、若干、前回の、ねえー、説明から日が明ましたので、えー、この表の状況についてです、ねえー、説明をしていきますと、えー、まず、この薄い、ね、オレンジ色の棒グラフにつきましては、信用買い残高を表したグラフであります。 で今現在ねこの棒グラフを見る限りはあの信用買い残高につきましては過去2年間で一貫して減少し続けているのが確認できるかと思いますえ次にこの濃いねオレンジ色の棒グラフにつきましてはこれは信用売り残高の状況を表したグラフであります でこのね、信用売り残高につきましては過去2年間で見ていきますと、まあ、横ばいですよね、えー、信用残高につきまして売り残高につきましては横ばいなんですが過去1年間の状況と比較するとわず、まあ、かながらですね、えー、増えているのが確認できるかと思います。で最後ですね、えー、この緑色の折れ線グラフにつきましてはこれはですね、えー、信用買い残高と信用売り残高の比率を表した信用倍率というね、えー、状況になります。 まあこれについては、改ざんが改ざん高が過去2年間で一貫して下がり続けているということと信用売り算がですね過去2年間で横ばいということから信用倍率につきましてはまあ2年間ですねずっとね下がり続けている状況であります。ただですねここ最近ですねーこの緑色ルセ線グラフがピュッとね上に上がってきているんですがこのね状況を見ていきますとまああの過去ねここ3週ぐらいの間につきましては あの信用倍率がまあ上昇傾向にある状況であります。まあ、ここ最近はですね、えー、上昇傾向にはあるもののまあ、過去ね。2年間で比較をしてきますと。とまあ、あの信用倍率につきましては、やはりですね。最低水準のところまで来ておりますので、え需、ー、給面からはですね。えー、まあどちらかというと、過去2年間で比較をすると、日経平均につきましては、上がりやすい状況にあるのかなと分析をしております。信用取引残高と日経平均との比較については以上になります。 続いて週足チャートの分析に入っていきます現在ご覧のチャートは2020年1月17日現在の日経22号先物の週足チャートになりますえまずね、えー、週足チャートにつきましては、えー、上昇トレンドが発生しておりましてエリオットアドがですね、えー、出ている状況であります本動画をご視聴していただいている皆さんの中には エリオッタ道がどんなものかわからない方もね、えー、おられると思いますので、もしわからない方につきましては、こちらのですね、えー、方にテキストとあの図でですね、エリオッタ道の概略について説明しておりますので、こちらにですね、えー、目を通していただければと思います、えー。ということでですね、エリオッタ道に話を戻しますと、現在ですね、日経225先物につきましては、エリオッタ道がですね、第1波、第2波、第3波まで終わりまして、 第4波のところでですね大きなもみ合いが発生をいたしまして今ねこのもみ合いを、まあ、ブレイクをいたしまして第5波に向けてで上昇中の状況であります。ちなみにですね第5波の目標値につきましては2万9,507というねアウトプットが出ております。 でここにですね、えー、今24,150あたりまで戻すという、ねえー、まあテキストがあるわけなんですが、これはですね、えー、本日見たらですね、24,138まで戻していたんですが、これを見て書いたわけじゃないんですよね。えー、っと、まあ、先週あたりからあ多分このね、えー、ここまで戻すという予想を出しておりました。まあ、はい、自慢ですというかですね、あのここまで、ね、具体的な数字で出している、ね、YouTuber とかはいないと思うので、まあ、これだけ見ていただいてもですね、今私が準備している あの相場の癖というね。えー、まあ教材ですよね。今まだ作ってる最中なんですけど、このねえー、ま良さがわかるかと思います。はい、続いてチャートパターンの解説です。まあ、現在ですね、えー、チャートパターンにつきましては、ダブルボトムが完成している状況であります。 ダブルボトムについてはですね完成をいたしましたらあの目標値がわ、ね、かるんですよねで算出の仕方につきましてはちょうどですねこのダブルボトムの幅があるんですがこのダブルボトムの幅分ですね高値に達したのが目標値になります。 まあ、ということでですね、ダブルボトムの幅につきましては約2700円の幅があるということと、あとこのね、高値が約22500円ということで、単純に、ね、22500円たす2700円で、まあ、25200あたりがですね、ダブルボトム完成で見積もられる目標株価なのかなというね、えーまあ、アウトプットを出しております。えー、続いてですね、このもみ合いの、まあ、ブレークした後のですの、ね、目標値なんですが、あの上抜けブレークで25842、下抜けブレークで えー、2 1269というねアウトトプットが出ておりますこれについてはですね若干ですね前回の数値と変わっているところがあるんですが、まあ、何で変わるかと言いますとこのね、えー、数値につきましてはこのす、ね、左側にあります相場の原理原則という、ね、ツールを使ってアウトプットを出してるんですよね。で このチャートボタンにつきましては、あの本当アナログというかですね、えー、まあ、アナログチックにあの四角で囲って出しているので、若干ですね、手が手元がずれるとこの数値が変わってくるところが,がありますので、まあ、なんでね変わったかというと、あのこの手あの微妙にで、ね、大きさが違うということで変わっているというね認識をしていただければと思います。日経225先物の週足チャートの分析については以上になります。続いて日足チャートの分析に入っていきます。 現在グランチャートは2020年1月17日現在の日経225先物の,の冷やしチャートになります、まあ、冷やしにつきましてもあの上昇トレンドが発生しておりまして現在ですねエリオット波動が出ている状況でありますでエリオットの波動のね、えー、状況につきましても手話シチャートと同じく現在ですね第5波の目標値に向けて上昇している途中の状況であります、まあ、チャートの流れについてですね、えー、ざっくり話していきますと まず、エルタドンにつきましてはです、ね、第4波のポイントまで来たときにです、ね、あのトライアングルのチャートパターンを形成いたしまして、1回、ですね、上抜けをしたんですが、この上抜けがですね、騙しに終わって、トライアングルのですね、トレンドラインですね、トレンドラインの一番下までね、落ちてきたんですが、結局、ですね、トライアングルを割ることなく、ですね、また再びトライアングルを上抜けブレイクして、ですね、今、目標値ですね、第5波の目標値に向けて上昇中という、ね、状況であります。 で、今ねえー、第5話の目標値につきましては、24、580というね。アウトプットが出ております。日経2。25。先物の日足チャートの分析については以上になります。えー、続いて最後ですね。1時間チャートと15足チャートでですね、えー、前回の予想と結果及び今後の予想のについてですね、えー、入っていきたいと思います。 はい、といととうことでですね、現在ご覧のチャントにつきましては、まあ、前回予想した日ですよね1月15日のです、ね、10時半現在の1時間足トということでこれがですね、前回の分析の状況であります、まあ、前回の予想につきましてはですね、前々回の予想をそのままですね、まあまあ、あの踏襲するという、ね、形になっております、まあ、予想していた部分で終わった部分につきましてはこのようにですね、半透明にして でまあ終わっていない部分につきましてはですね、半動をみしないでこのようにですね、えー、まあ動いてくるだろうという予想をしておりました。まあこれがですね、えー、どうなっかと言いますと、まあこういう状況になっております。まあ前々回の予想ではですね、24,150からまあ24,192、まあ24,200、まあ、24, あたりまで伸びてくるっていうね予想だったんですが、もう一回ですね、24,138まで伸びたんで、そろそろもう第五なんで、まあ、買ってくる人いないと思うんですよね。 そろそろね、落ちてくる調整がね。入ってくるんではないのかなというね。状況であります。まあ、ということでですね、えー、今後の予想なんですが、まあ、こういうイメージを持っております。まあ、こっからですね。多分このね。えっ、ー、とこの黄色いゾーンの一番上はあたりまで落ちてから一回ですね、えー、この高値ですね。高値のレジスタンスに変わったところをです、ね、叩いてきて。 え抜けるようだったらもう一回ね2万4200円あたりまで伸びていく可能性あるのかなというところですね。でもしここのね、えー、まあサポートからリジーサンス変わったポイントを上抜けれなければあのこの黄色いゾーンの一番下まで、ねえー、落ちてくるんではないのかなというイメージを持っております。はい、続いてですね、えー、時効分足あトに入ります。まあ、時効分足あトのね前回の予想についてはあの一応ですね多分上にあのフラッグですねフラッグの上の部分に張り付いて抜けたらですね えとりあえずフラッグの値幅分の黄色いところまでい、ね、くのかなというイメージですね。でも,しよかもし伸びた場合については24,150から190にあたりまでく、ね、るのかなという、ね、イメージを持っておりました。それがねどうなったかといいますと、まあ、こういう状況ですよね。えーまあ、これ今後の予想も入ってるんですがあの一応ですねあのこの黄色いゾーンですねあのあのフラッグのもみ合いの上抜けした時の,あの、まあ、チャンネルラインの幅分、ね、上げたんですが。 2万4,192枚は届かずに今ねちょっとねこの部分ですねこの青い矢印に長く書きつけてたんですがおそらくですねこのフラッグの延長線上の上の部分で一回で、ね、止まってく、えー、るかなというところですねで,でそのか一回跳ねてからですねまた落ちてきてこのフラッグの一番下の部分までですね落ちてくるんではないのかなというイメージを持っております。 まあちょっとね今回はまだねチャートの形で現れていないまあ、調整波の予想をするということで一時間足とですねほぼ被ってしまったんですけどもまあ、次回についてはあのこの動きですね、えー、上抜けしたのかあるいはですね下抜けしたのかというね、えー、ことがわかる状況になった時にですねまた日経225先物の予想を出していきたいと思います以上で分析については終わりたいと思います本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。